江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、またカンカン式の絡みの話題なんですけれども、こちら掲示板からのご紹介でございます。米国民、日本と戦ったアメリカは旭日旗に何も言わないですよね、ということでね。そりゃそうだろってはい、お前らだけだよ本当にもうって感じなんですけども、こちら写真がね2枚ほどあるんですけどね、見ていきましょう。ぐーちゃんお願いします。スレ主1枚目の写真は2007年にインチョン港に入港してきた日本海軍。2枚目の写真は星条旗と並んで掲げられる旭日旗。我々だけが反日扇動しているが、調べてみるとキム・デジュン・イオリブ県の時代からずっと日本海軍は旭日旗を掲げてインチョンや西州に入港していた。その時は何もなかったのに、なぜ突然大騒ぎしているのでしょう。ブルブルブル勘のいい子は嫌いだよまあ今日ですね、日本ほどカンカン式に対してねブツブツ文句言ってる動画上げましたけれども、まあ一方でですね、こう言ってねちょっともう気づいちゃってる人たちもいるわけですよ。まあちょっとね、今回はこういったコメント、これに対してのね、反応を見ていきたいと思います。はい、それではね、1人目こちら。ただ、反の日が政治的に必要で発明された嫌悪感情に過ぎない旭日旗への嫌悪は、左派が企画して右派は何も考えておらず犬豚が呼応した。アメリカは勝ったからでしょう。我々はただ殴られただけで、自分たちに敗れた軍隊の旗なんて何でもいいということ全く気にしていない。旭日旗というものがナチスの旗とは別物だからだろう。我々も日本を打ち破って占領できてたら旭日旗を見ても気にしてなかっただろうね。それは関係ないだろ。それではナチスの旗はなぜ使われなくなったんだ。ナチスだって粉砕されただろう。我々も特に何も思ってなかった。特別な意味があるものでもないから。ただある瞬間からいきなり意味が付与された。我々は殴られた側だというが、それではなぜ直接殴られた世代は大丈夫だったのに、実際に経験もしておらず本だけで全教祖の教師から学んだ世代が旭日旗に対して過敏になってるんだ。1990年代まで我が国でも誰も気にしてませんでした。日帝占領期を直接経験した国民はもちろん、日帝に拷問された独立運動家の中でも旭日旗を問題視した人はいませんでした。反ヌチマーケティングをビジネスにしている人々が2000年代に入って開発した反ヌチグッズという傾向が強い。ギョンドクギョンドク、経日ワールドカップの時に旭日旗を振っている国民もいたぐらいだ。わらわら、我が国とアメリカでは立場が違う。アメリカが問題視していないからといって我々が問題視しない理由にはならない。はい、というね、意見が交錯しておりましたけれども、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、ということでね、じゃあ上の方からいきますかね。なかなかねこういうコメントはですね、普通の、マスコミの記事にはコメントつかないですね。今更その程度の認識とは自国の教育制度の賜物ですな。アメリカだけじゃないよ、イチャモンつけてるのがお前らだけ。お前らも米国国旗について何も言わないよね、屈辱気だろうに。わら、そちらのお下品な国と一緒にしてほしくないんですけど、迷惑です。サッカー選手に聞いてみな友達のお口の恋人競うように聞いてみな。わらわら、感がいいというか海外のネット情報を見ればわかる話だからだよ。たかが10年前からだぞ。ウニの知能からしたら10年前の出来事は500年前に感じるのだな。かっこ笑い。お前らは日本軍のふりして蛮行してたの。だからお前らとは戦ってないって。 W お前ら当時こっち側嫌だけど、普通に歴史を学んでいればわかることだろうに。呼んだ呼んだ。深く考えるなんてウニじゃない。考えるな、反の日しろ。貧乏だからさ、根底が生活の糧になったんだよ。結局売りは長いものに巻かれて叩きやすいやつを叩くさもしい民草なだけだろ。そのサッカー選手の新婚旅行先日本なの。へえはい、
それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。